試合前やグラウンド整備中、そして試合後などさまざまな場面で場内を盛り上げてくれる球団マスコット。今回はそんなセリーグ球団マスコットの面白いエピソードを50個を紹介します。東京ヤクルトスワローズの球団マスコットであるつば九郎。つば九郎はとにかくやりたい放題。他の球団マスコットに暴力を加えたり、不倫などの時事ネタを風刺したり、子供を泣かしてしまうことも。こういった数々の悪行などを行い続けた結果、畜生ペンギンというあだ名がつけられた。つば九郎は時事ネタを風刺しすぎてしまうこともよくあるそうで、ジャニーズグループのニュースのメンバーが未成年と飲酒したことが問題になった時、ビールは500円だけど未成年に飲ますな、ニュースになるぞとフリップを使って事件をいじっていた。当時ジャニーズファンからかなりバッシングを受けることとなり、この鳥何、ファミチキにでもなっとけよ、つば九郎そんなに焼き鳥にされたいの、この常識ない鳥がいるチームはどうせ常識ないチームなんだろうねとひどい言われようだったそう。この大バッシングを全く気にしていないつば九郎はその翌日、ニュースの大人気曲チャンカパーナを踊ってみせたらしい。それからしばらくしてインタビューを受けたつば九郎は、記者からスケッチブック芸での発言で心がけていることは何ですかと質問された時、炎上しないギリギリとギリギリの文字を何度も指しながら答えたとか。それに対して記者が、炎上しないギリギリはどうやって判断しているんですかと聞くと、偉い人の顔色と回答したそう。それから記者が怒られたことがあるかと聞いた時に、つば九郎は事務所で4時間マジで怒られた、思い出したくないと泣く仕草を見せながら答えたらしい。つば九郎の暴力は想像以上で、妹であるつばみを叩く殴るだけでは収まらず、真正面から思い切り蹴飛ばして転倒させたり、ひどい時にはプロレス技をかけたりもしていた。ちなみに暴力的な兄に似てしまったのだろうか、つばみも一生懸命踊っているチアガールを後ろから蹴飛ばしたりと好き勝手やっている。暴力はつばみに対してだけではなく、福岡ソフトバンクホークスの球団マスコットフーさんをボコボコに殴り蹴り、読売ジャイアンツのマスコットジャビットには股間を踏みつける電気アンマンを見ました。さらに広島東洋カープのスライリーと玉入れ対決を行った際には、ルールを完全に無視してスライリーに全ての球を投げつけたり、倒れ込むスライリーにカゴを投げつけたり、ひどい時にはスライリーの首が曲がるほどに強力なパンチを食らわせたこともある。極めつけに中日ドラゴンズの球団マスコットであるドアラに対しては、目にスプレーをかけまくる攻撃やバズーカを打ったことさえあるそう。子供にも一切の容赦をしないつば九郎、球場に来てくれた子供たちに対して押さえつけて蹴りを入れたりと、子供たちが泣いてしまうのも納得の悪行ぶりを見せている。選手のこともよくいじるつば九郎は、宮本慎也が通算100エラーを記録した時、100エラーおめでとうと祝ったらしい。他にも元北海道日本ハムファイターズの杉谷健士に対して、杉谷くん17時25分国歌斉唱張り切って歌ってねなどと名前いじりをした。ファイターズとヤクルトでの一戦、5回裏が終わりグラウンド整備が行われている中、モーニング娘。の曲である恋愛レボリューション21のダンスを披露し、杉浦俊博の動揺を誘った。なおこの踊りはかなり威力があったようで、6回から杉浦の調子が明らかに悪くなり、ネットではペンギンの呪いと大きな話題となったらしい。阪神タイガースのマスコットキャラクタートラッキーは敵地である横浜スタジアムで大暴れしており、当時横浜ベイスターズに所属していた佐伯貴弘から報復としてジャイアントスイングを食らわされたことがある。しかしそれがファンからは大好評で、トラッキーは佐伯とたびたびバトルをするようになったのだが、これがかなり激しく、トラッキーが佐伯の顔面にドロップキックすることもあったそう。そしてトラッキーの行動はさらにエスカレート、外野のフェンスに足を引っ掛け宙吊りになったり、バックネットに登り頭から落ちたり、股間の前で手を動かしたりとやりたい放題。極めつけはホームランを放ったタイガース選手をトラッキーが迎えに行った際、選手からラリアットを食らって1回転する危ない技まで披露した。ファンからは面白いと評判は高かったものの、子供の教育上良くない、トラッキーがかわいそうなどの声が上がるようになり、残念ながら中の人は交代となってしまったそう。モノマネもできるトラッキー、アントニオ猪木のモノマネをした時、トラッキーはいつも着ているユニフォームを脱いでレスラーの格好をして登場してみせた。虎だから体はしましまの模様なのかと思いきや、体は黄色一色だったらしい。トラッキーのつば九郎の絡みでは、試合の一言コーナーでつば九郎が、ちびっ子たち夏休みもあと少し、宿題はどうですかと呼びかけた後、続けてまだやってないちびっ子たちもう諦めろと辛辣な言葉をかけた。その後すぐさまフリップをめくりと、トラッキーが言ってましたとトラッキーに罪をなすりつけたとか。ジャイアンツの球団マスコットジャビットとトラッキーは犬猿の中で、トラッキーからハグを求められた時、ジャビットは嫌々なジェスチャーを見せるも、強引なトラッキーに抱き寄せられてハグをすることに。その後ジャビットはものすごい勢いでトラッキーの元を離れた。そんな二人だが、ある日トラッキーがジャビットをお姫様抱っこし、それを見た観客からは盛大な拍手が。しかしトラッキーは即ジャビットのことを投げ捨てたそう。
やったジャビットのプレゼント発射ボタンを押す役目が与えられたつば九郎、隣にジャビットがいるにもかかわらずやったジャビットをボコボコに殴っており、さらに MC がやったジャビットのボタンを押していただきます、発射まで3とアナウンスをしている最中につば九郎は勝手にボタンを押すなどやりたい方だったそう。一方のジャビットはつば九郎の方を一度も振り向くことはなく、淡々とファンサービスをしていたらしい。選手のモノマネをするジャビット、マウンドに立ち見事投球を見せた後、何度も帽子のつばを触る仕草を見せた。この一連の動作はメジャーリーグフィラデルフィアフィリーズのキンブレルのマネだったらしいが、実況にも観客にも気づかれず悲しげな様子を見せていたそう。横浜スタジアムでファンと交流をしていた DB スターは、手を振ったり投げキスをしたりと上機嫌でファンサービスを行っていたが、一人のファンがタヌキと声をかけると数秒微動だにしなくなったらしい。そしてそのファンに向かって何度も手招きをし、一歩後ろに下がって背負い投げをお見舞いするジェスチャーを見せた。実はスターマンもバク宙に挑戦したことがあり、その日は最初にトラッキーが華麗にバク転を決め観客を沸かせた。その後ドアラが美しいバク宙を見せ、さらに場内は盛り上がり、続いてスターマンも挑戦しようと助走をつけ側転を試みるが、あえなく失敗。バク転にたどり着くことはなく、その場から何メートルも転がるだけという結果に終わってしまった。それを見たチアガールたちは慌てて駆け寄りスターマンの元へ。スターマンのことを心配しているのかと思いきや、追加で転がされてしまったそう。つば九郎が被っているヘルメットをその場に投げた際、すかさずスターマンが拾い、両手でヘルメットを持ち、つば九郎がヘルメットを返却する素振りを見せたのが、なぜかそのまま逃走し、つば九郎を怒らせた。スターマンがバートと一緒に警備員の後ろに立ち、突然チューチュートレインを踊り始め、場内を沸かせたことがあるそう。警備員はこれに気づいて振り返るも、表情一つ変えずにすぐに正面を向き直したとか。カープのマスコットキャラクタースライリー、実は身長210センチ、体重100キロの超大型である。普段は青緑色の姿をしているが、時々ピンク色になることがあるスライリー。これはチームが記録的な練習中だったり、大きな記録が作られたりしている時に現れる特別な姿で、スライリーが進化したものだと言われている。ドアラがバク宙に失敗した時、なぜかスライリーはドアラを担ぎ上げ、そのまま退場したことがあるらしい。ソフトバンクとの試合後、フーさんと共に場内に現れたスライリー。なぜかフーさんに後ろからどつかれ、スライリーは転倒。これにブチ切れたスライリーは正面からフーさんにぶつかりに行ったのだが、あまりの勢いに目が飛び出してしまい、その場に倒れ込んでしまったらしい。中日ドラゴンズのマスコットキャラクターであるドアラのプロフィールは謎だらけ。年齢はアルコール OK 歳、身長はアジアの頂点センチメートル、体重は圧倒的な存在感キログラム、年収は食パン617グラムとなっている。つば九郎とは仲良しのドアラ、実は同期であり、一緒にディナーショーを開いたり、つば九郎の契約公開に代理人として登場したりと、仲睦まじい様子がたびたび目撃されているらしい。つば九郎がバズーカでタオルを打ち上げ、ドアラがそれを見事キャッチできれば生ビールが半額になるというイベントで、ドアラはタオルに触れるもキャッチはできずに失敗。するとドアラはお尻のポケットからタオルを取り出し、挙句キャッチに失敗したタオルは2度も蹴っ飛ばして証拠隠滅を図ったそう。2013年の6月、 QBC マリンフィールドでスズメがサンバを披露したドアラ。千葉ロッテマリーンズのマスコットであるクールやマー君がかっこよく踊る中、ドアラは本格的なサンバを披露。あまりの完成度に観客はマリンフィールドであるにもかかわらず、ドアラドアラと抗議した。コールに応える元気はないと言わんばかりにその場に倒れ込むドアラであったが、会場にカモメの水平さんが流れ始めると、疲れ切った様子でステージの中央に戻り、やる気なく踊り始めたのだが、すぐにキレキレのダンスを披露してみせた。その姿に感銘を受けたファンは再度ドアラコールを行うが、これはロッテのイベント、すぐさま万歳を行い、万歳コールへと誘導し、最後は一本締めでイベントを完璧に終わらせた。8回表の攻撃が終わると、連続バク転からのバク宙を行い、ドラゴンズの勝敗を占うイベントがあるのだが、あまりにもバク宙に成功しない時期があったため2軍落ちしたことがあるらしい。バク転の練習をしすぎて左手中指を骨折したドアラ、手術をするほどの大怪我だったため、医者からは5週間バク転をしないようにと言われたそう。さらに左手首骨折の翌年には右足首の靭帯を損傷、これがきっかけでドアラは国民共済に加入した。そして今後、仕事中のバク転で怪我をした場合、補助金として1年分の食パンが支給されることになったらしい。ということで今回はファンと共に球団を盛り上げるセリーグ球団マスコットの面白いエピソードを紹介してきました。風刺ネタや暴力など過激なものが多いですが、どれも笑ってしまうエピソードばかりでしたね。このチャンネルではプロ野球の面白いエピソードをたくさん伝えていきますので、これからもよろしくお願いします。それではまた。